静岡市の日本平動物園で羊の毛刈りを体験するイベントが開かれています。このイベントは昨日4月19日が語呂合わせで飼育の日であることにちなんで行われました。イベントでは先着30組限定で羊の毛刈りを体験することができます。毎年この時期になると羊の体調管理のために伸びた毛を刈っていて、体験した親子連れなどはバリカンやハサミを使って1年間蓄えた羊の毛を恐る恐る切っていました。怖かった。感触はどうでしたか？ふわふわ。このイベントは明日も静岡市の日本平動物園で行われます。